たらまずはビフォーがどんな状態だったかっていうところと、はい、そこからどのようなカットをしたかっていうのを教えてください。はい、ビフォーは、まあ、マッシュボブみたいな感じで、まあ、耳が隠れるぐらいの長さだったのを、で全体的に、まあ、マッシュのラインは完全に崩さないんですけど、それをもうちょっとこうコンパクトにレイヤーをつけて短くして、動きがこう立体感があるようにした感じですね。はい、そしたらじゃあカットを詳しくちょっと、うん、どんなテクニックを使ってどういう効果を狙ってきたかっていう感じ。はい、まずウェットでまず前髪から切っていきます。で前髪も横にこうパツンと切るよりは縦のスライスで切っていきました。でなんで縦のスライスで切るかっていうと、まあ、最終的に動きがこういうランダムに動きが出るので、あえて横で作って動かすんではなくて縦で作ってから動かしてあげることによって、よりそのカットラインとパーマの動きがこう調和するというかっていう形を作りたかったので、特に前髪に関してはそうしてあります。